はい、どうもリッチです。さあ今回もネクロネイターデッドロングやっていこうと思います。さあ前回中ボス的なマップで斧持ちの敵にねスタン攻撃を受けてボロボロにされた挙句敗北するとで今回はね、まあ、ニューゲームになりますけど、なんかレベル上がったのでデッキ増えたんですよ。こうフレッシュミートくんたち、まあ、このスケルトンたちは一緒で、まあ、ブルーと、まあ、強力な近接、強力というかまあ体力のある近接がいると。で、まあ、回復技と、あとは手札強化が入っているっていうデッキね。まあ、これでやっていきます。レベル上げたらデッキが変わっていくんですね。キャラだけじゃないんだね。まあ、このキャラも増えたらなんかありそうですけど。デッキも集めたいね。それぞれいいかな。シード、なんか、いいのあるかな。1番とかで行ってみよう。シード1。いきます。これは変わんないよね。クリアしたら変わるかな。まあ、早期アクセスなんで今後説もあるけど。前回ちょっとね、ショップとか全然売れなかったんで、そういうところが大きいのかなと。お、パークだね。25% のマナ。これ前回使えなかったよね。これかな。どこ行こっかな。ちゃんと見ていこう。休憩の場所アップグレードができて、ここで変えるんで左の方がいいかな。ただ右戦闘が多いんで、クリア時のカード選ぶやつと、あとはこのお金が手に入るので3連戦はありがたいよね。3連戦後のショップとかめっちゃ買えそうで、ここで死んでるんでこれ突破目指しましょう。いやー、左じゃないな、これ右かな。真ん中のイベント尽くしも気になるけどね。一回右行ったらもう右だもんね。左行ったらだってショップで買ってイベントからのボス戦でしょ。無理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 。戦おう、集めよう。よしよし。結構カード集めてもね、引きづらくなっちゃうんで、そういうところもあるのかなと思いますけど。精鋭で行こうかな。ショップで売れたりしないんですかね。これ使えばいいんだね。パークで。これマナが 25% 増えますよと。1ターン目というか、まあ、最初に使うのが一番いいよね。こう手札のスクワットの HP 上げると。で、引いたやつもね、手札に入るんで、いいね。さあ、来てみなさいよ、こっちに。コストが高すぎて出せないぞ、全然。まあ、回復します。まあ、いかにカード使うかだよね。早く。このパーク、重複できないかな。4個置けば 100% でしょ。そこまでいけばね、もう変わってくるよね。アタックを上げる。あ、これもいいな。おー、強い強い強い。で、アーチャーがいないんですよ、デッキとして。そこがね、火力不足なんじゃないかな。遠距離ユニット、どっかで手に入れよう。それがまず最初の課題かな。もう回復か。戦いやすいね。はい、終わりだ終わり。ボッコボコタイム。いけいけいけ。案外強いぞ。この手札強化をいかに使うかですよね。ソウル。そして、お、 50% きた。強化版を引いちゃうっていういらないね。あの1ターン目です、いらないじゃん。じゃあ、うわー、まあ、これも運ですよ。ローグライクもありますよね、これって。こういうランダム要素あるってことは、まあ地形はね、なんかありますか。
変化があるのかな。説明こそ受けますけどね、最初に。手札強化、あー最初来ないか。最初欲しいよね、ああいうのって。引き直すのもな、違うよね。回復でも使うか、最初40で、まずは前線押し上げかな。体力も上がったし。で、回復使います。簡単にね。これ使うと引けないんで。来ないね。あと5枚なら引き直すか。まず早めに、これ使いましょう。これで 50% も入れます。計 75% なのかな？お、やば。前回ね、これがなかったから。めっちゃ回復してと。お、ナイスナイスナイス。おお。攻撃をね、気にせずに勝っちゃうと。そんな増えてるかな。ほぼ倍ですもんね。あ、でも生産数すごいな。この最初の壁がでかいので、そこまでに稼げるやつがね、まあ、このようにあれば楽ですよね。この辺撃たれてなかった今。気のせいかな。あ、これ手札何回も上げれるかな。頑張ってなんか強化を何回も何回もかけてね、圧倒的な舞台を作るみたいな。いや、まだまだユニット見れてないんでね、どんどん攻めていきたい。案外このスケルトン強くしようかな。数が多いからね、強化した場合のねえ上昇値高いんじゃないかな。だいぶ変わりました。164と219と差がありますね。取っとけば何回も上げれるね。2500。うわ、こいつ出したかったな。終わっちゃうね。後半用にこういうの取っとけるんだね。オーケーオーケー。このデッキ強いね。で、今回もし負けるのであっても、こう引けるようにしたいね。で、こいつこいつこいつ、小野くん。こいつにやられたんだよね。あ、でもこのユニットはないな。強化版なのかな？スタン攻撃があるんですよ。アーマーブレイカーじゃないんだよね。何これ、デーモン。何デーモン、何これ。フィエンド。攻撃力は高いか。コスト安いね。あー、で、この子強いんですよ、セルス君。初手で使うと、拠点までね、走ってくるんで。そこで、まあ、攻撃力もあるんで、拠点ダッシュ用に使えると。まあ、移動速度もあるしね。こっちかな。簡単出せるんで。で、スタン攻撃に対する何かが欲しいね。まあ、それこそもう、攻撃魔法か、それになってくると思いますけど。あ、まあ初手としてはいいか。バフかけまくったろ。来た来た。あ、でも しょぼい方ね。 25% つきましたね。あー、まあ上げたんで出すは出すか。こいつからかな、ソルジャー。レッツゴー。あ、来た来た来た。オッケー。 HP 上げた。この攻撃力強化スケルトン回復して。あ、来た来た来た。いけ。うん、遠いな。お、めっちゃいる。こいつ使えんじゃないかな、案外。体力は全くないですけど。ねえ。
まあ、移動速度ありますしね。本来5なのかな、下がってるよね。まあ、こいつのパッシブなんで仕方ないですけど、多分消せりゃ消せるんだろうね。ナイス。遠距離が欲しい前も言ったけど、さっきもね。前回のボス戦の敗因は拠点を取れなかったことですよね。めっちゃ数も多かったんですけど、やっぱ拠点取れるとこっからの進行許さないんで、序盤にどう勝つかですよね。やっぱ HP かな。まあ、このデッキだいぶバフかけれるんで、うまく使えばボス戦いけそうだね。82、1500。この場合1体1500ってことだよね。こいつも1500ですけど、合計1500だよね多分。こいつの場合は1体500でやってる感じかな。お、勝ったんだ。まあ、ここで終わると思うんで待ちますか。どんどん集めてね。いや、上がるね。96出したいが無理だね。回復使っとくか雑魚に使うっていうね。いけいけ、来ました来ました、精鋭部隊。めっちゃいるめっちゃいる。こいつ食らってないよねまだ。そしてその状況で光栄がやってきてしまうと、これ終わったね。時間かかるね。遠距離がいないからなんだろうけど、ここで来い。あー来ないか。もう回復いらないんで、これかな。ダメージと移動速度、攻撃速度ダウンね。この次ショップでいいよね。焚き火でアップグレードも考えるか。お金は200くらい貯まるはずだね、これ買って集まって合計で。ショップ1回しか行ってないんでね、いまいち値段を知らないんですよね。これ1割でしょ。いけ、こっちに拠点いけないかな。あー両方ね早い一緒じゃねこれ。おーいいね、効いたね。ナイス。外回りにいるんだろう。出すしかないか。来ないなパーク。防御ダウンついてるのかな。よし、あと1枚。あ、ここに行く場合そうなるのか。あー、じゃあそっちでいいよ。いや、来ちゃう来ちゃう来ちゃう。強化した方出そう。よし、オッケー、こっからですよ。で、この虫出せば多分終わるかな。本来ここの時に遠距離でねピンピンやるんですけど、さっきすれば斧無視したよね。なんだっけ、前回1回だけ見た魔法使い的なやつが欲しいんですよね。あ、今判定が上に行ったっぽい。もったいな。
いけ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 。くらえ。飛んだ。はい、オッケー。さあ、高速でボス戦に向かいましょう。おーっと、これは。これ強いよね。ただ、ステルス行きますか。で、ショップ行きます。ここで遠距離買います。買えなければ終わりかな。あ、来た、これデーモンメイジ。買えるか。でも、アーチャーもいるな。デーモンメイジアーチャーかな。回復150一緒じゃないこれって。変わってるなんか。範囲が広いところですか。ターゲットのバフ、デバフか。デバフ技、スタン。デーモンメイジアーチャーでしょ。後悔はしない。で、売れないんでね。いきます。これ遠距離が充実したんで。HP 上げた前衛出してから攻撃力上げた声出せば負けないでしょうと。前回もこれ言ったかな。前回2回目のボス戦ですかね。ならこんな感じで作りやしたよね。来ました、来ました。60高っ。めちゃ高いじゃん。今回復量一緒ですね。なんか範囲が広くなるとかなのかな。時間系になるとかでもないよね。めっちゃ来るんだけど、この謎のやつ。死んだら使うか。よし、あ、でこの小野くん、この強化版がね、危険なんですよね。これを最初は揃って、行っていいか。これ拠点を破壊したいな。スターはついてないね。あ、じゃあ来ました。行け、拠点壊せ。きついな。アタック上げます。111、これ期待だね。いけるいけるいける。オッケー、ナイス。もうコストがえぐいな。一回使いますか。コストを減らすやつがあるんですよね。次に使うカードのコストを減らすかなっていうカードがあるんで、これ60のやつはそういうの使った方がいいか。まあ、行きましょう。デーモンちゃん。あれ、虫も来たね。早っ。あ、かわいいな、この子。遅いね、こいつ。この辺かな。遅くして撃つといいね。いいね、いいダメージ。めっちゃ減る、当たった瞬間。死んじゃった。まあ、行ったかな。ナイス。だいぶ使えますね。ユニットは少なめか。つけ、ここは勝ったか。次だね。お、体力減ってきたら強くなるやつね。 HP が多くなるからこれめっちゃ使えんじゃないかな。よし、デスグラント 5% クリティカルレイト。へえ、 5% か。そんな高くないね。
ベース10パーくらいだったと思うんで、ちょっと変わるか。さあ、だいぶ前回のデッキに近づいてきたね。だから同じような感じですか。こいつ出したいな。最初攻撃上げてこいつがいいよね。遠距離からのデーモンブレードくんかな。めっちゃ出すな。いけいけいけ。いやいや効くね。半分くらいか。前回前線を仕切っていた出したら HP 上げるやつ、あれ欲しいな。あ、これなかったんだ。まだ出た。女野郎、殺すかこの辺で。ドン。大して被害ないですね。もうちょいすぎないか。あ、出た。ここで明治出しましょう。勝ちきれないか。じゃあまずはこいつだね。さすがに時間がないから重すぎるってコスト60しかいない。めっちゃ強化したしな。こいつ出したいね。50。こいつ出すか。明治の方がいいんだろうけど。強化が入る。よし、君だね。そんなでもないな。あ、強っ。見た今すーごい一瞬で、ね、ナイス。あいつだけ減ってるからめっちゃ早いね。あ、これ強敵だ強敵。こいつねめっちゃ強いんですよ。遅いやつから出すか。あー、次来たのが HP っていうね。さあ2000。こいつ範囲攻撃か。そういえばだいぶ使えるね。ドン。いけ。やばいやばいやばい。めっちゃ強いめっちゃ強い。聞いてないのか。よしナイス。減ってる減ってる減ってる。数が効いたね。でこいつ出すか。こいつ1体がいいけどね。2体型なんだね。来てるか。こっちから行こう。多分撃たれないんで、こう遠距離に対して強いね。最初圧倒的な力で勝つことができると。特に敵が一人とかになってくれば強いね。一方的に始まるんで。あ、またこいつか。逆がこっちがこっちかなだけでいいね。無視でいいね、こいつは。
ドン。これザクは死ぬんで。むしろ減らないな、こいつ。拠点やってんのかな？時間がゼロになって、めっちゃ出てきたね。あ、こんな出てくるのこれ。止まんないんだけど。無限湧きするんだけど。あ、時間こんな効果あるんだ。うわ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 。勝ち切る力がなかったですね。えぐ。こうなんだか、うわ、止まんない止まんない止まんない。スタンピードです、スタンピード。こっち側がしたやつじゃん、こんなん。いや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 、終わったね。こんな出てくるんだ。すごっ。時間かけらんないね。レベル上がりましたけど、おーっと、4いってほしいな、それなら。あ、増えないか。どうしような、これ。正直、ブルートいらないんだけど。ここだけ欲しいな、ここ。